サンタローザはアメリカ合衆国カリフォルニア州北部そのま郡軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は167,815人となっており、2000年から13.7%成長した。カリフォルニア州のワインカントリーでは最大、かつサンフランシスコ米エリアでは、サンノゼ、サンフランシスコ、オークランド、 フリーモントに次いで第5の都市である。サンタローザ都市圏の人口は486,630人であり、カリフォルニア州では第12位、全米では第105位である。ペタルーマ・サンタローザ鉄道の元の駅舎、サンタローザ中心街の鉄道広場地区にある歴史的建物サンタローザとなった地域におけるヨーロッパ人の初めての高級的な入植地は、 法律的には、マリアーノ・グラダルペ・バレホのものとされるカリーリョ家の加算であり、バレホは、そのままのプエブロとペタルーマ地域に入植していた。メキシコの統治下にあった1830年代、マリア・ロペスでカリーリョの家族が、後に、サンタローザ中心街となった場所のすぐ東、ランチョ・カベサで、サンタローザ特許土地に、日干しレンガの家を建てた。しかし、 カリーリョケがその家を建てる前の1820年代に近くのそのまなど南の開拓地から来たスペイン人とメキシコ人の開拓者がこの地域で家畜を育て現在のサンタローザアベニューとそのマ・アベニューの交差点近くサンタローザクリーク支流とマタンサスクリークで家畜の解体を行っていたとされている家畜の解体場所として使われたのでマタンサスクリークと命名されたと推定されており この水流は、ラーマ探査と呼ばれるようになった。1850年代には現在、サンタローザ中心街となっている場所に、ウェルズ・ファーゴの公益所と、雑貨屋が建設された。1850年代半ば、マリア・カリーリョの息子であるフリオ・カリーリョなど、土地の有力者数人が、サンタローザの格子上道路配置を決め、その中心に現在は、昔の役所広場と呼ばれる公共の広場を置いた。 この中心街の公私配置は現在でも大半が残っている。1867年、そのマ軍がサンタローザを法人化都市として承認し、翌1868年、カリフォルニア州が公式に法人化を確認して、そのマ軍では3番目の都市になった。すでにあった都市は1858年法人化のペタルーマ市、および1867年法人化のヒールスバーグ、 市だった。アメリカ合衆国国勢調査局の記録によれば、1850年にカリフォルニア州が州に昇格した後、サンタローザは当初の1850年代や1860年代初期にはペタルーマ市の工人を廃していたが、着実に成長を続けていた。1870年国勢調査で、州内で8番目に人口の多い都市となり、最大級に、 人口の多い軍の軍長所在地となった。その後の成長と発展は、決して急速ではなかったが、着実なものだった。その結果、他の人口の多い地域が衰退したり沈退している。中でも成長を続けたが、1900年までには、サンフランシスコ米エリアや、南カリフォルニアの新しい多くの人口中心に、追いつかれあるいは追い越されていった。1905年、 列車の戦いを報じるプレスデモクラットの新聞記事によればサンタローザの人口はやっと1万人を超えたところだった。1906年4月18日サンフランシスコ地震が起こりサンタローザ中心街を実質的に破壊したが人口そのものには大きな影響がなかった。しかしその後の機会もその付近の大半と同様に人口成長速度は大変遅かった。 1943年に有名な監督アルフレッド・ヒッチコックがスリラー映画シャドウ・オブ・エイ・ダウトをサンタローザで撮影した。この映画はビデオや DVD でも発売されており、1940年代のサンタローザを垣間見ることができる。映画に映っている中心街の建物の多くは、1969年9月の強い地震の後に建て替えられたのでもはや存在しない。 しかし、デコボ小石を使ったノースウェスタンパシフィック鉄道駅舎や1910年に建設され金をかぶせた時計塔のあるエンパイアビルのように現在も残っているものがある。1910年に建設されたエンパイアビルはサンタローザのランドマークである。アルフレッド・ヒッチコック監督の映画スリラー映画、シャドウ・オブ・エイダウトにも登場した。1945年に 第二次世界大戦が終わり、その後の25年間、サンタローザは少なからぬ成長を遂げた。1950年と1970年の間で人口は67%増え、20年間以上にわたって平均して年1000人が増えたことになった。人口増の要因は移民が入ってきたこともあるが、周辺地域を併合したこともあった。1958年、 アメリカ合衆国文民防衛動員局が8カ所ある地域本部の一つにサンタローザを指定した。その第7地域の管轄範囲にはアメリカ領サモア、アリゾナ州、カリフォルニア州、グアム、ハワイ州、ネバダ州及びユタ州が含まれた。サンタローザは1972年まで文民防衛活動の主要中心であり続けたが、この年に アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁が創設されて文民防衛の69年間の歴史を終わらせた。1991年、市政委員会がサンタローザでは初めての総合計画を採択した。この時の人口は約11万3000人だった。1970年からの21年間で毎年約3000人が増えており、 その前の20年間と比べると平均して3倍の伸び率だった。この総合計画はサンタローザ2010と呼ばれ、2010年の人口を17万5千人とすることが盛られた。市政委員会は将来に併合を計画するところまで市の境界を広げ、サンタローザの究極の境界であることを宣言した。都市スプロール現象を生むとして批判された急速な成長は、 お決まりのインフィル開発になっていった。5年を経過した1996年に、市政委員会は総合計画の見直しを行い、計画期間を10年に延長し、計画名もビジョン2020に変更し、さらに土地面積や人口の数値を追加した。現在の市の計画は2020年時点で人口19万5千人となっている。2017年10月、 カリフォルニア州各地で発生した山林火災はサンタローザ一帯も襲いカリフォルニアワインの醸造所をはじめ多くの被害を出した。地元の歴史家でプレスデモクラット紙のコラムニストゲール・バロンはサンタローザ19世紀の街とサンタローザ20世紀の街の2冊の歴史書を表した。ローナート公園にあるそのま州立大学図書館は ゲールバロンの蔵書である700冊の研究ノートのファイルおよび1万冊ほどの文献を含む一時資料を保管している。サンタローザは北緯38度26分55秒成形122度42分17秒、北緯38.44861度成形122.70472度、38.44861-122.70472に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は40.37平方マイルであり、このうち陸地は40.13平方マイル、水域は0.25平方マイルで、水域率は0.62%である。サンタローザ市は、そのままヒールズバーグ及びセバストーポルなどの都市を含むノース米地域の一部である。アメリカ国道101号線回路に沿っており、 ゴールデンゲート橋を通ってサンフランシスコ市からは北に約55マイルにある。サンタローザ市はサンタローザ平原にあり、その東端はムーンバレーとそのマバレーと呼ばれるそのマクリーク流域まで伸び、西端はラグナデサンタローザ周水流域にある。サンタローザ市はふっと山に発し、ラグナデサンタローザに注ぐサンタローザクリークの流域にある。市内にある。 サンタローザクリークの支流としては、ブラッシュクリーク、マタンザスクリークおよびパイナークリークがある。その他市内にある水域としては、ファウンテングローブ湖、ラルファイン湖およびサンタローザクリーク貯水池がある。著名な目印としては、東のフット山がある。南東にはテイラー山とその間山があり、地域の大半から容易に見ることができる。 サンタローザは冷量で湿気の多い冬と多くは乾燥した夏がある。夏は夕方と朝に太平洋からの霧と低い雲が動いてくることが多い。通常は朝の遅い時間と午後は晴れて暖かく日照のある天候となり午後の遅くに曇ってくるが終日曇っていることもある。平均年間降水量は30.45インチであり降水日数は74日である。 最も降水量の多かったのは1983年で63.07インチ。最も少なかったのは1976年で11.38インチだった。月間降水量が最も多かったのは1998年2月の19.42インチであり、24時間雨量では1981年12月19日の5.23インチだった。定置では測定可能な降雪は 気温が、下肢90度を超える日は平均して28.9日、あり、下肢32度を下回る日は平均して30.2日、ある。過去最高気温は1971年9月13日の、下肢110度であり、過去最低気温は1932年12月13日の、下肢15度である。サンタローザは、平和ドロジャーズクリーク断層のヒールスバーグ、 ロジャーズクリーク区分の上にあるアメリカ地質調査所は2030年までにこの地域でマグニチュード6.7以上の地震が起こる確率を20%と見積もっている2005年4月14日地質調査所は地震の間の地面の揺れを測定する新しい手段の結果を示す地図を発行したこの地図ではサンタローザから現在のセバストーポルの間で1906年の サンフランシスコ地震が最も巨大であり、他の都市よりもサンタローザで最も被害が大きくなることを示している。1969年10月1日にマグニチュード5.6と5.7の2度の地震がサンタローザを襲い、約100件の建物に損傷を与えた。1906年以降では最大の地震だった。震源はサンタローザの北約2マイルだった。 ベネット丘陵,陵サンタローザ市はその人口が増えたために未開発の地域はほんの周焉に残されているだけである。しかし、そこには町の心臓部を流れているサンタローザクリークとその支流による主要回路を含んでいる。西九番通りの中央分離帯やサンタローザクリークと中心街にある樹木には大青サギ、大詐欺、雪子詐欺及び五位サギの巣がある。 東部の丘に近い地区を鹿がうろついているのを目にすることがあり、フランクリンアベニューやマクドナルド地域まで街の中に入ってくることもある。野生のン面鳥の群れはいくつかの地域で比較的普通に見られ、地域内でマウンテンライオンが目撃されたこともある。アライグマやフクロネズミは市内のどこでも見られ、キツネやウサギは田園地帯で頻繁に見られるものである。さらに、 市の北端協会と、その延長は、アナデル州立公園であり、その間山やその間バレーにまで広がっている。アナデル州立公園は、スプリング湖軍立公園やハワース公園にも隣接し、訪れる者が野生生物の世界に分け入ることのできる連続的な公園を形成している。サンタローザは、北東、南東、南西及び北西の4地域に分けて見ることができる。 アメリカ国道101号線がほぼ南北に市を貫通し、市内を東西に分けている。修道12号線がほぼ東西に走り、市を南北に分けている。市内の地区は以下の通りである。以下は2008年の人口推計データである。第4通りと D 通りの交差点カリフォルニア州議会では、上院の第2および下院の第7選挙区に属している。 連邦議会会員ではカリフォルニア州第6選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス23となっている。2010年時点で全て民主党議員が務めている。演芸家、ルーサーバーバンクは50年間以上もサンタローザに住んだ。彼はその魔軍について私はこれまで見たことから自然に関する限り地球上で ここが選ばれた地点であることを確信するとかだった。市のスローガンは、長年、生活のために工夫された都市だった。2007年初期、商工会議所、サンタローザ市及びサンタローザメインストリートが、サンタローザ市が、その存在価値を発見するために、新しいスローガンを探求し始めた。商工会議所は、訪問者、市民及び企業に2007年以降働きかける。 戦略的社会のメッセージを見つけたいと語った。地元の歴史家ゲール・バロンは、プレスデモクラット紙の2007年3月4日、掲載コラムで次のようにコメントした。平均的なサンタローザ市民のこの街に対する認識と現実との間には断絶がある。多くの人々がいて、古くからの人がおれば、かなり新しい住人もいて、彼らはいかなる地域でも5番目に、 大きな都市に住むつもりはなかった。さらに、新しい犯罪に驚かされ、古い交通に立ち往生し、背の高い建物が建てられるのを見れば、地獄のように狂気となる。立ち止まってそのことを考えるとき、この事実が多くのことを説明する。我々は、何十年というもの、なぜ、カリーリョのレンガ小屋やホーの家屋を救えないか、ヒールスバーグや、 その間にあるような広場をなぜ持てないか、なぜ周りの街すべてにあるような適切な歴史博物館を作ったことがないのか、最も単純な市民の目標を達成するために、なぜ長い時間を要するのか、我々が表現するものを告げるために、なぜイメージコンサルタントを雇わなければならないか、不思議に思って過ごしてきた。それは、故郷の街を肥大化させ小さな街の利点を通り越したからだ。 我々は農業庁について苦情を言い続けている間に本当の都市になってしまった。市政委員会は2007年から2009年の戦略的計画目標として下記の事故を採用した。ホテルラ・ローズ1907年建設中心街にある現役のホテル雑誌、フォーブスは2007年の事業と経歴のための最良の場所リストで サンタローザ都市圏を200カ所中185位に位置づけた。その5年前のリストでは第2位だった。この地域は事業経営コストの増加や雇用成長率の減少で住宅費が増加したことがその評価の低下した原因だった。市のコミュニティプロファイル2008年版によると市の主要雇用主のうち5つは政府の機関であり、4つは製造業、2つは 病院、さらに一つが、公共事業だった。政府機関、製造業、病院、公共事業、市内には、ムーンライトブリューイング社やルシアンリバーブリューイング社の、ような著名商企業もある。サンタローザダウンタウン駅サンタローザには、ファウンテングローブ近くなどに、ブドウ園がある、多くのワイン醸造所や、ブドウ園が近くにあり、ルシアン川リゾート地域、太平洋岸のそのマ海岸、 ジャックロンドン州立歴史公園及びアームストロングレッドウッズ州立保護区のセコイアの木もある。地域はアメリカ国道101号線沿いに広がっており、サンフランシスコとゴールデンゲート橋からは車で30分の距離である。サンタローザ市のすぐ北にあるチャールズ・エムシュルツそのマグン空港からホライゾン航空の便でラスベガス、ロサンゼルス、ポートランド及びシアトルに行くことができる。 市政委員会は、アメリカ国道101号線に並行して、ラークスパーからクロバーデールまでのそのま、マリン地域鉄道を計画し、これに沿って商業開発や住宅開発を奨励している。この鉄道は2014年開通予定であり、2008年にそのま軍とマリン軍の住民投票で可決した消費税追加分で賄われることになっている。市政委員会は、 商工会議所にサンタローザ会議観光局を運営する費用を払っている。商工会議所の観光案内所は4番通りの外れ、歴史的鉄道広場にある市が所有する古い鉄道駅に入っている。サンタローザ会議観光局は2003年以降、カリフォルニア州の観光センターになっている。中心街には昔の役所広場や歴史的鉄道広場があり、 ショッピングとレストラン、ナイトクラブ及び劇場がある地域である。また、市役所、州都連邦のオフィスビル、多くの銀行と専門家の事務所もある。そのすぐ東には、サンタローザ記念病院医療センターがある。市政委員会は、民間の推進団体サンタローザメインストリートを講演しており、伝統的事業地区の再活性化を働きかけている。 新しい多目的構想建築物が3棟あり、新しい駐車場も開発中である。市政委員会と中心街推進者は新しい建物の上にできる住居がこの地域を24時間活性化する人を収容できると期待している。近くのボーデーガベイ、カリストガ、ガンビル、ヒールスバーグ、ペタルーマ、セバストポル、その間およびウィンザーの街は観光客に人気があり、 サンタローザからすぐに行くことができる。鉄道広場はアメリカ国道101号線の西側にある中心街の一部であり、歴史的商業建築が高度に集中している。その中核にある荒削りの石を使った建物4棟は注目されており、そのうち2棟は1906年の地震以前に建設された希少なものである。ここには、 昔のノースウエスタンパシフィック鉄道の駅があり、アルフレッド・ヒッチコックが映画、シャドウ・オブ・エイ・ダウトの始めと終わりに使った。現在も使われているホテルラ・ローズは1907年の建設であり、歴史保存国家信託のアメリカで歴史あるホテルの一つに登録された。その他に4番通りとウィルソン通りの角にあるペタルーマ、サンタローザ鉄道の元の駅、 リー兄弟ビルなど多くの歴史ある建築物がある。その近くのウェストエンドには多くの古い家屋だけでなく、1880年代から1890年代のものとされる石造りのデタークワイナリー建造物やデタークのマルナヤなど多くの古い建物がある。さらにその近くには1894年に建てられた元デルモンテ缶詰社屋もある。これは街でも 最古の現存する商業ビルであり、2005年に6番通り、プレーハウスに建て替えられた。見どころそのマま軍博物館、1910年観光、7番通りにある。当初は郵便局と連邦政府の建物だった。芸能については、サマーレパートリー劇場、サンタローザ交響楽団及び、第6通り、プレーハウスが代表的なものである。 ノースベ語軍の40ある劇団や演劇部、及び個々の演劇集団と協業するノースベシアターグループが市内を本拠にしている。サマーレパートリー劇場は演劇関連のあらゆる面で完全で広範な活動を行っている。プロが監督とデザインをし、演技、デザイン、舞台、舞踏、音楽及び管理に長けた学生がスタッフになっている。 6月半ばから週6日間レパートリーを回して5つの演目が演じられる。劇団員はプロのやり方で試験を受け、働き方を学んでいる。この劇場はその間群のワインカントリーの中心にあり、サンフランシスコからは北に1時間、美しい北カリフォルニア州海岸の東に45部の距離にある。プロのオーケストラであるサンタローザ交響楽団は、 現在、ブルーノ・フェランディスが指揮している。元指揮者、ジェフリー・カヘーンは10年間務めた後に辞任し、コロラド交響楽団の音楽監督になった。サンタローザ交響楽団の教育部門にはその、技量レベルに合わせて4つの青年アンサンブル分類がある。これらの分類に応募する、そのマグン中の学生に、クラシック音楽の教育を行っている。予備オーケストラ、 発見オーケストラ及び青年オーケストラとレベルに応じて3つのフルオーケストラがある。その室内楽団は青年の室内楽団と呼ばれている。視覚芸術についてはそのマグン博物館や多くの個別画廊が提供している。そのマグン芸術委員会がこの博物館を本拠にしている。サンタローザ警察署には259人の署員がおり、 そのうち百七十二人が警官である。その予算は年間四千万ドル以上であり、市の総合予算額の三分の一以上になっている。二千七年にあった警官による射撃事件で独立した民間のサモン委員会を作ることになった。サンタローザ高校カレッジ教育学区私立学校、そのマグリン図書館は中心街に中央図書館、コッティンタウンモールに北西支所、 市内東部にリンカーンバレー支所がある。この図書館は、ノースベ共同図書館システムのメンバーである。サンタローザ中央図書館は、そのマグン図書館システムの中で最大であり、その背後に、地元歴史と系譜学の文館がある。そのマグン公共法律図書館は、そのマグンぐ庁舎内にある。サンタローザジュニアカレッジには、新しい4階建てフランクピードイル図書館があり。 最新設備を備えている。図書室、メディア操作室、及び学術的コンピューティング部門を収容し、他に学生のためにカレッジがロろう。指導センター、ニューメディアセンター、マルチメディア制作設備を備えている。ルーサーバーバンクの家屋と庭園、サンタローザーベニューとそのマーベニューの角にある、サンタローザは以下のように多くの映画のロケ現場となった。 ありがとうございます。